チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、監督です。今日はですね、2021年の高校生日本高校男子 100m のトップ5をですね、ランキング形式で1位から5位まで紹介していきたいと思います。第5位、壇上翔太郎選手です。10秒56です。では早速走りを見ていきましょう。手前から4番目の、赤のパンツの選手が、壇上選手ですね。こっから伸びてくるのが壇上選手なんです。後半乱れのない走り、では早速分析していきたいと思います。一番手前の選手がですね、うまく重心を崩して前に出る展開でしたね。で、 15m 過ぎに壇上君は、ちょっと回転軸が前でさばけているっていうのがよくわかりますね。で、僕の中での二次加速と位置付けてる区間なんです、ここは。で、ここで姿勢だったりとか足の軌道に乱れがあると、中間疾走のトップスピードがうまく引き出せないということがあるので、すごく大切な区間を上手に走ってました。で、中間疾走見てみるとですね、壇上くん重心は高くないんですけれども、設置の時の股関節の角度そのままに、推移していて、で、後ろからうまく切り替えてスイング動作に変換できているっていうのが、彼の強みなのかなと思います。で、奥の選手、そして手前の選手は前走ってましたけども、 60m、70m 付近で、強く押しすぎてしまって、足が後ろに流れ出して、遅れていくと。で、その中で、壇上くんが、乱れがない走りでスルスルと前に抜けていったというレース展開でしたね。まあ、後半はですね、とりあえずトップスピード乗った動きを変えなかったもん勝ちということがすごくこの動画でわかるかなと思います。では同じく第5位、山越聖也選手です。同じく10秒56。では動き見ていきましょう。さあ、この選手も10秒56です。右から3番目の選手ですね。いやー、もうね、これ彼も高校、同じく壇上選手と同じで高校2年生なんですけども、また力のある走りを見せてくれました。では早速見ていきましょう。スタートのこの構えを見てみると、しっかり体を伸び上がって、スタートしていくタイプなのかなと思いきや、前に滑るようにね、スムーズに平行移動するようなね、前に滑るように出た素晴らしいスタートでした。で、この 10m 付近ぐらいから右肩がちょっと内側に入るような動きをして、肩で腕を振るようなね、腕の振り方なんですね。けれども右足の接地時に右肩をこう下げる動作をうまく合わせてですね、それをうまく反力に変えてるってところがすごく特徴かなと思います。で、左足の接地の時は左肩は下がらないんですね。だからちょっとこう右と左がアンバランスなように、動いてるんですけれども、うまくこうね、うまくなんていうかな、変に乱れずになんとかまとめてるような、フォームですね。で、まだまだ荒削りでフォームにばらつきはあるんですけれども、まあすごくね、強い力を感じる、彼からはね、すごい爆発的なパワーを感じます。なのですごく力のある選手なので、今年もまたどれぐらい、変わってくるのかすごく楽しみですね。はい、第3位は田中翔太選手です。10秒53の記録を持っております。では早速ね、走り見ていきましょう。右から3番目が田中選手ですね。おお、なかなかスムーズな加速から中間疾走に入っていく、まあ、右側に選手と競り合う形ですけれども、走りを乱さずに最後まで走るといったところですかね。では早速ね、しっかり分析していきたいと思います。この崩しの形から出る構えから、力を使わないスムーズなスタートと加速をしているのかなと、感じました。で、上半身に無駄な力が入っていない見事な加速区間だと思います。肩の位置が下がっていて素晴らしいですね。で、頭の位置が下がってはいるんですけれども、骨盤の前傾区間がちょっと少なかったのかなと思いました。で、ここは改善点になってくるのかなと思うので、今年どれぐらいうまく加速できるのかな、できるのか注目かなと思います。で、中間疾走入ってからは上から下への捉え方がすごく上手で、走りのリズムがもう本当に正確だなと感じました。で、上半身の動きを見てみると、ちょっと肩周りの動きが硬くて、ちょっとね、肩がこう上に上がってしまってるような形になってますよね。で、肩周りが硬くて、で、うまく肩甲骨が稼働してないように見えました。で、全身がこうやって連動するような動きが出てくると、もうこりゃもうどうなっちゃうんだっていう話なんで、この選手もすごく楽しみかなと思います。はい、では次、第2位、鈴木大介選手です。10秒51、もう10秒5を切れるんじゃねえかというタイムで、高校2年生で走ってました。では走り見ていきましょう。
これはね、あの高校1年生の時の国体の決勝なんですね。右から4番目の黄色の選手です。なんとね、鈴木桜介選手、国体チャンピオンなんです。少年B、高校1年生、中学校3年生の部で優勝してます。では動き見ていきましょう。足をね、こうやってハの字にして出していって、上体を倒すようなスタートからの加速ですよね。で、中間疾走に入る前に、ハの字に出ていた足も、こう、スピードが乗ってくると、まっすぐに設置するようになって、で、そのタイミングで設置時間がめちゃくちゃ短くなって、ピッチアップしていくと、言ったようなレース展開を作っていました。で、中間疾走に入ると、つなぎ区間で作ったスピード、そのままうまくつなげて、で、重心もグッと上げて、で、走っていく走り方ですね。で、肩がね、少し上がってるのが気になるんですけれども、けど、しっかりとね、肩甲骨周り、動いて腕振りもしっかり振れてますよね。なので、もう少し肩が下がるとね、もっと下半身と連動するかなと思いました。で、ちょっとリーチアウト気味にずっと走っているんですけれども、ここら辺、ここの後かな、70メートル付近まではね、ずっとブレーキ要素あんまないんですよ。けどやっぱリーチアウトの影響で後半以降地面を押しすぎてしまって前設置になっているっていうのはちょっともったいなかったなと思います。で、高校1年生の走りとは思えないような素晴らしい動きをしているので、まあ、高校3年生になる今年どうなるのかなっていうのすごく楽しみです。ではスーパーストラー第1位柳田博樹選手、もうあっ圧倒的な10秒27。もう皆さんもご存知ですよね、柳田選手。では早速ね、走り見ていきましょう。これは日本選手権の決勝です。2レーンにいます。もう桐生選手、ケンブリッジ選手、多田選手、小池選手、名だたる選手の中でこんなに食らいついて走る高校2年生。本当に驚きました。では走り見ていきましょう。スタートから設置の瞬間に頭部が動いているのがわかりますか？これはですね、一歩一歩強く全身で地面を踏み込む動作ができているということなんです。そしてこの動作に合わせてですね、重心を小さく左右に動かして強い接地力を得る二軸走法もここの加速区間ではやってるんですね。で、中間疾走に入ってからは、重心を左右に動かす動作はなくなるんですけれども、少し腰が落ちて、上半身を少し前屈させるような姿勢で走っていくんですね。で、そのせいもあってか接地もちょっと前なんですけれども、他の選手にはなかなかないスプリント動作の中に一瞬の待っちゅうのがね、あるんですよ。ずっと力をね、入れて走りではなくて、メリハリがある走り、リズムのある走りを柳田選手はやっています。これはね、国内見てもね、できる選手あんまりいないんですよ。本当に黒人選手にやってる人多いかな。で、設置ポジションが変わってきて、で、もっと強い力クリアに地面に伝えられるようになると、本当にこれからが楽しみですね。じゃあ最後にね、普通のスピードで、日本選手権の決勝を見ていきましょう。今日ね、紹介した5人の選手だけじゃなくてですね、いろんな選手がまた今年ね、成長してくると思います。それを楽しみにしてですね、将来のスプリント、日本スプリント界を背負って立つ男たちをですね、今年もしっかり応援していきたいと思っております。皆さんも応援してください。今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。